坂歴史博物館の坂井さん、それから次建築家の永山優子さんということで、今日は建築ジャーナリストの磯達夫さんをお招きしました。で、身近にあるちょっとかっこいい建築についてっていう、なかなかこう楽しいタイトルをいただいてまして、大変楽しみにしています。それで、ご紹介するまでもないと思いますけれども、磯さんについて簡単にお話しますと、1963年の生まれです。それで名古屋大学の、建築学科、工学部の建築学科をご卒業なんですけども、なぜか、この話もまた後で言えるかもしれませんが、建築の設計業界にも施工の方にもですね、お進みにならずにですね、ジャーナリズムの方に進まれたと。で、日経アーキテクチャーという雑誌ですね、これはもう専門の方もみんなお世話になっている雑誌の編集部に最初入られました。で、いろんなお仕事された後、2000年に、独立されて、それ以降は2002年からですから、厳密に言うとフリックスタジオっていうご自分の事務所をされながら編集者としていろんなお仕事をして、来られています。一番今日会場を眺めていて、これまでの2回特に前回の永山優子さんの回と一番違うのはですね、こう集まった人の年齢の高さということになりましてですね、前回は特にオープンキャンパスに引っ掛かったということで、こっちのちょっとこういやらしいその下心もあってですね、オープンキャンパスに引っ掛けて女子高生までこう呼び込むという作戦に出たわけで、今日会場を見渡しますとですね、一気にその辺の年齢が上がっているなということを感じます。そうすると、今日いらっしゃった方の多くはですね、この日経アーキテクチャーという雑誌にはもうずっとお世話になっているんじゃないかと思うんですけど、磯さんはこれをお辞めになった後も随分、深い関係と言いますか、でこれでいろんなモダニズム建築や最近は古建築の方までですけども、こう巡礼をされておられてですね、非常に分かりやすい文章と写真と、それからイラスト、これは別の方がお書きになってるわけですけども、建築を上手に紹介するお仕事をずっと続けておられます。でそれだけじゃなくて、単行本でその連載をまたこう巡礼シリーズの単行本にまとめられたりですね、それからこういう全国各地に散らばってるモダン建築の巡礼だけじゃなくて、最近は少しこう的を絞って攻めておられてですね、一つは菊武幸典さんの全貌をこう訪ね歩いた大変貴重な作業をまとめられたりですね、それからこれなんかもっとマニアックな感じになってきてるんですけども、これは後でもう無心でお話しします。その話を今日中心にします。加藤設計事務所っていうですね、あまりその表には出てこなかった建築家のお仕事を発掘されたりですねしています。でそういう少しこうどう言いますかね、普通の方の目に近いお仕事があるかと思うと、いわゆる建築家の側によってお仕事もちゃんとあって、つい最近は、東工大のにずっといらっしゃった坂本一生先生の、建築家の坂本一生先生の展覧会のカタログと言っていいですか。そうですね、展覧会用に作った図録ですけど、本屋さんでも扱ってます。ですね、住宅巡りっていう、綺麗な、冊子をまとめられたりしています。ですので、なんか面白い方で、こういう、なんていうんですかね、一般性といいますか、普通の人にも分かりやすいような本も作られる一方で、こういうハイブローということではないと思うんですけど、ハイブローでは全然ないです。坂本和成さんの本の中で一番優しいというか、そういう本だと思います。そういうちょっとかっこいい系もやっておられて、大変面白い編集者の方だなと思っています。はい、そんなことで今日は、磯さんの仕事の中から、多分すごく一番面白いところをですね、ご
まあ、これは後半の話なんですけど、僕も磯さんと最初に会ったのはまだ私が日経設計に勤めてた時で、磯さんも日経アーキテクチャの勤めの頃で、泉ホールの取材に来られたんじゃないかなと思うんですよ。泉ホールでしたっけ。そうです。大阪の、大阪城のすぐ下にある音楽ホールがあるんですけど、ね、その設計をやって現場も2年間常駐してた時に磯さんが来られて、時に初めてお会いしてから、あんまりしょっちゅうお会いしてるわけじゃないんですけど、時々木槌でも前に確かこんなにかかったり、こうちょっとこう接点をずっと持続している付き合いです。はい、まあそんなことで、進め方としましては、今から今5時半過ぎですから、1時間15分か20分ぐらいまずお話をいただこうというふうにお願いしています。それで、まあ、トークセッションということですので、その講演だけでプツッと終わっても面白くありませんから、そこで1回10分ぐらいちょっと休憩を入れまして、お茶なんかも用意しますので、ちょっと取っていただいて席に戻っていただいた後、ちょっと僕の方から質問したり、会場から質問を受けたりしていきたいと思います。それで目標、8時ぐらいには終わりたいなというふうに思っています。ではもうあとはしばらく磯さんにお任せしますので、どうかよろしくお願いします。一回閉じて開いてもダメですか。来ました。すみません。磯と申します。花田先生に紹介していただきました通り、建築のジャーナリストを仕事としています。建築 の本を作るという仕事と、それから建築について文章を書くという仕事、両方やりながら今も活動を続けているわけですけれども、そういう活動をしてきた中でですね、特に最近考えていること、それを今日ちょっと話してみたいなと思います。で、僕も建築系の学校の非常勤講師をやらさせてもらったりとか、こういうレクチャーを呼んでもらったり、とかで、人前で話すことたまにあるんですけど、今日話すことはネタ卸しというか、今回初めて喋ることなので、ちょっと手探りの面があるので、どうなることやると、自分でもちょっと心配はあるんですが、僕こんなこと考えてるけど皆さんどうですかと、皆さんからの意見を逆にすごく聞きたい感じで今日ぶつけようと、そんな感じで思って、用意してきました。どうぞ座って、はいはい、じゃあ座ってやらせていただきます。僕の活動からちょっと触れておきますと、花田さんに説明していただいた通りですね、こういう建築条例のシリーズというのを長く、続けています。このモダン建築巡礼、昭和モダン建築巡礼というシリーズから始まったんですが、これは戦後1945年から1975年まで、という区間を区切ってですね、その間にできた、建築、それを、もう一度そこを訪れ直して、で、今それがどういうふうに見えるのか、ということを僕は文章で書き、一緒に回っている宮沢さんという
イラストレーターでもあり日経アーキテクチャの編集者でもあるんですけども、その人がイラスト漫画を描くというような二人三脚で続けたシリーズです。西日本編東日本編それぞれ一冊ずつでまとまっています。でこの活動が一段落した後、まあ、つまり日本列島西から東まで一応たどり着いちゃった後、どうするかって考えて、じゃあその次の時代のをやろうということで、その後ポストモダン建築巡礼という1975年から1995年までの建築について、また見て、書くというようなことをやって、でこれもまあ大体、主なものを見に行ったかなということで、その次は、まあ、菊竹清則さんという、まあ、一人の建築家に焦点を当てて、見られる菊竹作品を全部回ろうみたいなことでやった本が去年まとまって、本になりました。まあ、こういうようなその巡礼のシリーズというのをずっとやっていて、で現在は、古建築、古いお寺とか神社とか、まあ、そういう建物を見に行って、まあ、それが今どう映るのか、まあ、つまり僕なんかは別に建築士の勉強をちゃんとやってたわけでも何でもないので、あまり古建築について見たこともなかったんですけど、逆に言えば現代建築とかっていうのはたくさん見たけども、建築知らない人間がじゃあ古建築どう見えるのかみたいなものを書いてる、まあ、そんなシリーズをやったりしています。で、まあ、こういういろんな建物を対象に巡礼建築巡礼というのをやってたわけですけれども、まあ、基本になってるのはやはり昭和モダン建築巡礼、まあ、つまり、日本の高度経済成長期の建築を見る、それをどういうふうに今見ることができるのか、まあ、ということを考える、まあ、そのあたりがやはり僕の活動の中心になっていることは間違いないなという気がします。でこういう建物ですね、前川邦夫さんの建築ですとか東京文化会館、丹下健三の川県庁舎、今度展覧会が始まりますけれども、そして、菊竹清則さんの東公園とか、まあ、これは菊竹清則巡礼でももちろん取り上げてここに泊まって、まあ、すごく、素晴らしい体験をさせてもらいましたけど、それから栃木県議会東京社、これ大高雅人さんが設計したものですけれども、まあ、メタボリズムのメンバーの一人ですね。まあ、残念ながらこの建物も僕たちが取材した後壊されてしまって、今はもう見ることができないわけですけれども、まあ、こういった、1950年代1960年代、まあ、そのあたりが中心になるわけですけれども、その時代に建てられた数々の名建築みたいなものを見て回った建築巡礼のシリーズをやったわけですね。こういう取材をやってたのが主にもう5年、5、6年前かな、2006年、7年、それくらいだったかな、まあ、それくらいの時期に集中してこういう建築を見て回るということをやったわけですね。で、まあ、それは本になってどういうことが僕考えたかっていうのをお知りになりだけど、その本をぜひ読んでいただきたいんですけれども、そういう建築を見て回っていく中で、あ、そうか、これも見てもらう、その中で取り上げた一つがこれですね、秩父セメントの第二工場、谷内義郎さんという、まあ、今の建築界で、第一線で活躍している谷内義郎さんのお父さん、ここですね。谷内義郎さんと、まあ、日建設計も共同でやったわけですけれども、工場、まあ、非常に規模の大きい工場が作られていたわけですけれども、まあ、その設計を、まあ、一級の建築家が設計するというようなことをこの頃やってるわけですね。実際に見に行くと本当に、まあ、美しい建物が工場として作られているわけですよ。まあ、実際にずっと使ってた工場なので、まあ、なんか粉っぽくなってるというか埃っぽくなってはいるわけですけれども、それでもそのプロポーションの美しさ、素材のその扱いのその見事さみたいなものが、すぐ分かる、まあ、そういう建築として出来上がっていたわけですね。あ、やっぱ素晴らしいなと思って、で取材はもちろんそのちゃんと終わって、本記事もできたわけですけど、まあ、この建物について、ちょっと言いたいわけじゃなくて、この建物を取材したついでにですね、秩父の町を歩き回ったわけですよ。でその時に目についたのがこの建物で、秩父の宮記念市民会館という建物です。秩父というのは埼玉県の西の方にあります。
埼玉県がどういうところか、関西の人はあまりピンとこないかもしれませんが、埼玉県の西の方というのはもう山の中って感じですね。その山の中に一つだけある大きな町というのが秩父という町で、その秩父の駅の前にこれがあります。駅の近くに。で、まあ、秩父セメントの工場を見るときに、まあついでにちょっとせっかくだから一泊していこうかって、ホテル、駅前のホテルに泊まって、でそのホテルにちょっと早く着いたんで、しばらくこの辺りブラブラしてるか、してみるかっていう時にこれに出くわしたわけですね。こんな建物のこと僕は全然知らなかった。で知らなかったから驚いたんですね。こんなすごい建築があるんだ。まあ、なんて説明すればいいんでしょうね。プロタリズム風というか、打ち放しコンクリートの荒々しい素材感みたいなものをそのまま見せて、で入り口のところが、そこがちょっと分節されていたりとか、上の方はその庇状にずんと突き出して周りに出てるとかですね、そういう感じというのが、まあ、非常に、かっこいいと思ったわけです。ちょっと別の角度から見るとこんな感じで、この辺の壁が少し斜めになっているところは大谷社長の京都の国際会議場みたいな、ちょっと彷彿させたりするんですけど、まあ、こういう建物を、街の中で発見して、で、まあ、驚いたわけですね。で僕は実はその埼玉県で生まれて育ったんですよ。埼玉県の、ちょうど真ん中辺にある東松山という町です。東京の池袋という一つのターミナルがあるんですけども、そこから東武東上線という、私鉄に乗って1時間弱ぐらいにある、まあ、埼玉県の中では、まあ何て言うかな、郊外というか、まあ、割と田舎に入りかけたあたりのところなんですけど、まあ、そこで生まれて育って、で、まあ、埼玉県の中はほぼ、まあ、それなりに行っていたつもりだったんですけど、まあ、秩父にこんな建築あるなんていうことは全然知らなかったんで、びっくりしたわけですね。でこれ一体誰が設計したんだろうと。で、このとこにケーソンのプレートがあるんで、ここ見たら、加藤設計事務所っていうところにあったということが分かったんですね。で加藤設計事務所か、知らん、知らない。僕も それまでずっと建築の専門雑誌で、編集者をやっていて、まあ、その後独立してからも建築界でその記事を書く仕事をずっとやっていて、建築界にはそれなりに長く関わっていたつもりだし、この業界のこともそれなりに知ってるつもりだったんだけど、まあなんかピンとこないというか、あそこだっていうのがひらめかないというか、でそれがそういう事務所がこんなすごい建築を設計してるっていうことが、まあ、さらにまた驚きになったわけですね。で家に帰ってから加藤設計事務について調べてみよう、まあインターネットで検索してみる。でも大した情報出てこないんですね。いくつかこういうの設計したいみたいなものは出てたりするんですけど、詳しいリストみたいなものは出てこないし、建築の雑誌で、記事が出たみたいなものも、まあ、いくつかはあるんだけど、そんなにたくさん出てくるわけでもない。ますます謎めいてるなと思って、今度は建築学会の図書館に行ったのかな、まあ、その辺りに図書館に行って、昔の建築雑誌とか漁って行って、まあ、情報をなんとか絞り出していくというか、まあ、そういったことをやって、ようやく少しずつ分かってくるっていう程度で。でそういう集めた情報から分かってきたのが、加藤航という日大で構造を教えていた先生、まあ、この構造の世界では、大御所なんですけど、その先生が1959年に事務所を設立して、でその事務所がいろいろな設計を手掛けるようになったと。で加藤先生というのはもう亡くなりになっていて、事務所がまあ、この辺まではそのちゃんとは分かってなかったんだけど、まあ、どうやら、すでにないらしいということが分かってくるんですね。で、まあ建築の雑誌でも今までそんな特集とかもちゃんとは、ほとんどされてないし、誰もそのちゃんと調べてないなら俺が調べられるところは調べてみようかなと、
まあ、ますます、その辺に、突っ込むようになりまして、で、まあ、いろいろな雑誌、昔の雑誌ですけど1960年代70年代の建築雑誌とかっていうのを繰り返しながら集めた情報から、こことこことここに加藤の建築あるというのをリストを作っていって、地図の上にプロットしていくと。で、まあ、こんな感じで分布してるんです、加藤の建築というのが。関東地方、まあ、ほぼ全体に広がってるんですね、まあ、東京を中心に埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、群馬県で、ちょっと離れて新潟県にポツと、それから山形県にポツリと、あと実はこの地図には出てないですけど長崎県の方にもあります。まあ、ただ ほとんどこの関東地方に集中していて、で、まあ、その僕が調べた限りの、その調査の結果ではほとんどが公共建築であるというようなことが分かってきて、で、じゃあ見られるところは見に行ってみっかなということで、見に行くということを始めて、こういう建築をやってるんですね。桐生市民体育館、群馬県の桐生市というところで体育館をやってます。加藤さんという、まあ、あの創設者である人は、構造の先生だということもあって、こういう大空間の建築というのをこの事務所を数多く手掛けていて、で、まあ、その中の、まあ、一つの代表作がこれであろうというものです。1969年に完成してます。で、特徴は、まあ、手前の方に、ここが入り口なんですけど、入り口に向かってここのところにスロープがずーっと突き出ていて、でこっち側にガラスのボックスみたいなものが出てるけど、ここが、トレーニングルームみたいなところかな。で、この奥が体育館として使うところです。で、体育館の構造はこれなんか四角い正方形みたいなものが見えてますけど、ここが奥の方までずっと通っていて、これが、巨大な梁、真ん中に大きな梁が通ってるんですね。で、この梁をこっち側とそれから反対側に、あとは太い柱状のものが立っていて、それで門を作ってる。その門型の構造から両側にこういうふうに屋根が垂れてくると、まあ、いうような構造ですね。まあ、富士山みたいなシルエットしてるんですけど、で、この端部のところはこうやって止めてると、まあ、いうような、まあ、構造的にその合理的な形みたいなもの、まあ、そういったものを、まあ、独自の形で、提案しようみたいなことが強く伺える、まあ、そういう体育館でした。で、こういう、まあ、この建物を、建築の雑誌で、まあ、ちゃんとは載ってないですね。あの新建築とか建築文化とか、まあ、そういう、まあ、建築専門誌の中でもメジャーなところでは取り上げてない、建築っていう雑誌があって、その中の、まあ、加藤事務所の小特集みたいなものがあったんですけど、まあ、そこにはかろうじて写真が載ってるぐらいだったかと思います。体育館を続けてまず見てもらいますけど、これ東京の江戸川区の総合体育館、まあ、これは大きい体育館と、それからこっち側にプールとか書いている塔があって、まあ、それを分けて設計しているというものですね。まあ、構造の特徴としては、これ東京で敷地があまり余裕がないところに立っているので、このオーディトリアムの下に駐車場を作るというようなことをやったりします。福生市民体育館、これなんかは、この両脇ですね、こっち側に構造をがっちり固めて、まあ、フライングバットレスみたいな構造を外側に出してですね、で、まあ、ここのところにもその、チューブみたいな構造をずっと向こう側に通してですね、これで両脇で構造をがっちり作って、この中は軽い構造で作れますよみたいな考え方で作って、中はこういうふうにすっごく細い材料で大空間が作れていると。階段ですね、入り口のところから入ってくる階段の、上にブリッジがバーッと通っていて、プランを見ると、ちょうど大正形、線大正のプランになっている。結構このプランのこだわりみたいなものが強く出ていて、まあ、70年代 そのアトリエ系の作家がやった住宅なんかが、その線大正にこだわってプラン作るみたいなことをやってましたけど、まあ、それに近いようなプランへのこだわりみたいなものっていうものもこういうところに伺える、まあ、つまり構造の合理性みたいなことをやってただけじゃなくて、
こういうプランの、まあ、何か強い主張みたいなもの、そういったものも込められているということがだんだん分かってくる。今度は千葉県体育館、これ規模がもう少し大きいですけど、今度は全然別の形でこういうなんだ空飛ぶ円盤みたいな形してるんですね。でこの円形にこういう斜めの座位をぐるりと回して、でこの外側をこういうリングで固めると、まあいうような構造で体育館を作ってます。これも珍しい形の体育館だと思うんですけど、中を天井見上げるとこんな風になっていて、これもまるでなんか空飛ぶ円盤みたいというか、そんな感じの体育館です。でこうやって体育館並べてみても分かると思うんですけど、一つとして同じような形がない、それぞれ全然別の形の解き方、構造の解き方みたいなことをやっている、こういう面白いその建築をたくさんやっている事務所だということが分かってくるんですね。これも体育館ですけど、茨城県の古河市、桐生市の体育館はこれ1本でやってましたけど、今度は2本並べて、で両側はこういうふうに斜めに直線で落としているという、そういう屋根の描き方ですね。でこの前の方にツーンと飛び出ているところなんかは、ここが入り口が細くて、広がっていくと、なんだ、四角錐みたいな、そんな形になってるんですけど、まるで原博士の初期作品みたいな、そんなデザインになっている。これ内側ですね、内部ですね、こういう形で構造がツーンと通っていて、で桐生市のもそうだけど、こういうところに設備なんかをうまく収めるわけですね。すごく綺麗です。でここからは市民会館、文化会館みたいな建物ですけど、こういう市民会館、文化会館もたくさん手掛けていて、これは茂原市民会館です。で茂原市は、この建物の前に市役所の設計もしていて、市役所の方はもう壊されちゃってしまってないんですけど、市民会館の方が残っている。これもその内穴式コンクリートの、マシブな形の建物になっていて、これもさっきちょっと出ましたけど、ブルータリズム風というか、そういう感じの建物だと思います。これ流山市の文化会館、千葉県ですね。これは斜面状の敷地のところに、こういう、敷地の中に段差があって、手前が駐車場、ちょっと高くなったところに、この建物を載せていて、で建物の構成としてはこっち側に、文化会館、こっち側が公民館で、この上の方が会議室とか、そういう少し小さな部屋が入っていて、それで上の方でつないでると。で、ここのところは向こうの奥にある小さな庭の方に抜けられるようになっていて、建物全体が一つの門のようになっているというような、そんな建物でしたけど、これもこの下から見た時のこのすごく立派な、ゲートとしての構えみたいなものがですね、強い主張で伺える。これは大宮市民会館、埼玉県の今さいたま市と呼ばれているところですけど、これも同じように上の方にこういう細長く水平に会議室を並べるわけですね。でこの下のガラス張りのところがホワイエ、こっち側にちょっと小ホールの建物が見えていると、でこの、会議室が並んでいるところはこうやって手前側はこの参道、大宮のその神社があるんですけど、この神社に向かう参道側に向けての方に向けてこうやって空中に飛び出してくるわけですね。すごい迫力ですよ。で内部のロビーはこんな感じ、60年代風、70年代風の香りがします。これが群馬県の山の中にある、水上温泉、そこにある会館です。これも大きい、展示室、文化会館とそれから展示室みたいなものの複合施設ですけど、これもコンクリート打ち放しがすごくたくさん使われていて、日本のブルータリズムってこんなになってんだみたいな感じです。今度は千葉の銚子にある青少年文化会館というやつですね。文化会館と公民館と、あと科学館、プラネタリウムみたいなものとかの複合です。ここにちょっと、球みたいなものが見えてますけど、プラネタリウムにあるんですね。でここが文化会館の入り口で、下が公民館の入り口、こっちに塔みたいなものが立っていて、できた当初はここに 天体望遠鏡、天文台がここに載っていた。
これが文化会館の入り口ですけど、このせり出してくるようなこの三角形の形でせり出してくるようなスター・ウォーズのミレニアム・ファルコンみたいな形の建物、かっこいい、しびれる。でこの、まあ、あのブルータリズムって話、しましたけど、この下の、入り口周りはこのガラスがたくさん使われていて、この辺は、まあ、知ってる人なら、スターリングをちょっと意識したかなみたいな、そんな感じになってるんですね。中から見るとこんな感じ。これ柏市民文化会館建物です。今度は、ポール・ルドルフ風かなと僕は思ったんですけど、アメリカの建築家でルドルフっていう人が、60年代とか大流行りしまして、今はほとんど忘れ去られてますけど、こういう、なんだろう、立面をこういうふうに分割して、作っていくみたいな、まあ、そういうのが大好きだった人だったんですね。まあ、そういうのを日本風にアレンジしてこんな形になったのかなと思ってみましたけど、近づいてみるとこんな感じでですね、ここが入り口です。この階段上がると、オーディトリウムの入り口があるんですけど、この両脇に何か不思議なものが立ってるんですね。細長いなんか、穴が開いた筒のような、こっち側にも、これ何だかよく分かんないんですけど、まあ、換気のためのものなのか何なのか、まだによく分かんないままです。裏側に公園があって、公園とはこのブリッジでつながってます。こっち側が大ホール、こっち側が中ホール、小ホール。その間にこういう、誰でも人が歩けるこういうブリッジ状の通路があって、これ手前側の方に人となりにある公園とつながってます。で建物がその周りとつながっていくこの道にもなってる、そういう建築でもある。でオーディオトリアムの裏側から見るとこんなんですよ。反対側の方から見たこの建物の分割分節みたいなものがそのままこっち側にも現れていて、こんなかっこいいのをなんで今まで知らないでいたんだみたいな感じです。いや、まあ、かっこいいって勝手に僕主観で言ってますけど、同じように感じてくれる人が何人かいてくれるといいなと思いますけど、埼玉県の入間市の市民会館ですね。こういうのを一つ一つ見るたびに、あ、これもかっこいいなとか思って、惚れ惚れして、30分ぐらい外からこうやって、うっとりと見ているという、そういうその建築巡りをしてたわけですね。これも同じように上の方に、ボリュームを水平にずっと置いて、それをこのピロティ状に持ち上げてるわけですね。でこの下の方が文化ホールのホワイトの部分、この辺がやっぱり会議室とか、小さな部屋になってると、こっち側には、公民館みたいな機能が入ってる。でこの70年代の半ばぐらいに入る頃から加藤の作品もだんだん変わってくるっていうのが、まあ、いくつか見てくると分かってきて、これなんかはこの、まあ、このペーブメントもそうですけど、この建物の壁の方もこの辺も焼き物、レンガ色したタイルとかこういうのを使い出すんですね。でここは山形なので、まあ、寒いところなので、当該、凍った時に建物を傷めるという、それを避けるためにタイルを張ったっていう、そんな説明がされてるんですけど、まあ、70年代、前川邦夫さんという建築家もたくさんその博物館とか作りますけど、そういう前川さんなんかもこういうふうにタイルをたくさん張るというような形で建物を作っていくようになるので、まあ、加藤事務所もそういう、まあ、影響されたのかどうか分かりませんが、そういう流れにあるなと。でこれ78年になってからですけど、まあ、ここ山市の中央市民会館なんかだともう完全にそうなっていて、まあ、前川さんか、あるいはその前川さんの事務所出身の誰かが設計したみたいに見える、そんな建物になっていくんですね。まあ、はっきり言ってちょっと言っちゃあれだな、まあ、70年代の半ば以降加藤事務所の作品はやっぱつまんなくなってきますよ。
まあ、それも僕の主観でしかないんだけど、わざわざ見に行っても、あ、これこんなもんかっていう、そんな感じになっちゃう。いや、だから建築としては多分あの いい建物というか、あの使い勝手とかそういった面ではすごくいいんだろうと思いますけど。あと市役所、市庁舎ですね、役場庁舎の建物をたくさんやっていて、60年代に手掛けたのはこんな感じ。まあ、やっぱり、水平にボリュームを上の方にポロッと流して、下の方にも別のブロックをこう水平にスーッと通して、バルコニーがあるみたいな、こういうやり方が大好きなんですね、加藤でしょ。インテリアもちょっと、まあ、階段のデザインとかもいかにもですし、これ壁に貼ってあるトイレなんかは、まあ、今日来てるいいビルをやってる高岡さんとか大好きなタイルかなと思いますけど、伊勢崎市役所、群馬県の伊勢崎市です。これも60年代ですけど、これが面白いと思ったのはなんかね、梁と柱の交点のところからなんかたくさん突き出してるんですね。なんだこりゃと思ったんですけど、でこれも、これこの設計、まあ、あの後で出ますけど、加藤設計事務所の本をまとめようと思って、で元加藤事務所の所長だった人にインタビューしたんですね。でその加藤の元の所長さんに一体これ何ですかって聞いたら、その人も、あ、もう知らん、もう忘れたみたいなことで教えてくれなかったんだけど、まあ、この市役所の昔の古い写真とか見ると、まあ、ここのところになんか庇状のものがずっと通っていたような写真もあったので、まあ、元はここに庇があったのかもしれない。で、なんか何度か改装していくうちにその庇を取っちゃって、で、まあ、ここのところが取るのめんどくさいのでこれも残っちゃったのかなと、まあ、それが一番有力な説なんですけど、あと見方によってはこれ、最初からね、こういう将来の増築を想定して、まあ、こういう構造体だけちょっと出しとくみたいな、まあ、当時のメタボリズムみたいなのを意識したデザインなのかなと思ったりしましたけど、下の方ですね、これ地面を少し掘り込んだ形で、地下と1階みたいなものをうまく作ってる、こういうこともやってます。で、こっち側の面が、こっちが北側だったかな、こういう面の反対側がこうなっていて、こっち側もすっかり、リニューアルされていて、こういうメタリックなツンツル天のファサードになってます。まあ、こういうファサードに今なったらするんでしょうけど、こうなっちゃったらあんまり見に行く、見に行きたいと思わないなという感じですけどね。まあ、でもずっと建物が使い続けてもらえてるっていうのは素晴らしいと思います。これ保谷市庁舎、東京の保谷という町がありまして、まあ、今はその合併して西東京市というところになっているところですけど、その保谷市庁舎として建てられた建物、これもやっぱりプロフィール上にボリュームが持ち上げられていて、でこの上の方には、議会とそれから市長さんとか重役さんとかそういったもの人の部屋がある。で下の方にもボリュームがあって、こっちは一般の市民の人が来て、あとそれに対応する窓口があるという形で、じゃあ市役所の機能、その機能から2つのボリュームに分けられて作られているという、まあ、そんなデザインですね。まあ、機能をそのまま形に表すみたいなことが表れている建築でした。反対から見るとこんな感じで、まあ、この高層塔の下に潜り込むような形で、この低層部に入り口があると。この高層塔を見上げると、まるで、まあ、なんか高速道路の下に入ったみたいな、というか鉄道の高架下に入ったみたいな、まあ、そんな印象を受ける。市庁舎なのに高架下建築みたいな、まあ、そんな建物です。で外階段ついてますけど、ここ上がっていくとこの低層部分の屋上に出られて、この屋上部分に食堂があるんですね。食堂に行けるようになった。それから箱根に旅行に行った人はこれ目にしてるはずなんですけど、箱根湯本の駅からこれが見えます。山の中に埋もれるようにして建っている箱根町の庁舎。これが川越しに見た外観ですけど、近づいていくと、これ斜面 この途中にあるんで、下から見上げるとものすごい迫力なんですね。でこれでやっぱり低層部と高層部を、まあ、分離するような形のデザイン、まあ、加藤のデザインによくあるやり方ですけど、でこれちょっと違うのは、この低層部がこういう
石積みみたいになってるところですね。でこれもともとはこれ下まで全部これ、こういう石垣みたいになってたはずなんですけど、これ、回収されてなんとここのところで円を切って免震を組み合わせて、ここのところにゴムを挟んで地震が揺れても上は地震が来ても上は揺れないというそういった改修が行われて石垣のところを切られてたんですね。まあ、60年代の建物をこんだけお金かけて直して使ってくれるっていうことはすごく嬉しいなと思いましたけど、さっきの坂道を上がってぐるっと回り込んだところにこの市役所の入り口があります。そっちから見返すと、まあ、やはり上の方にこういう水平のボリュームが浮かんでるみたいな、まあ、そんなデザインになると。さらにこの左側に回っていくと、まあ、山の斜面なので斜面の方こっちに登れるようになったんですけど、斜面から見下ろすような角度でこれを見るとこの上の方に、議会の部分があるというのが分かる。なんか斜めの壁みたいなものが見えてくる。こっちから光を取り入れて、まあ、さっきの中の大きな天井の高い空間があったんですけど、その天井の高い空間を通して反対側まで光を回そう。こっち側が南なんですね。なのでそういう光を回そうみたいな工夫がこれ行われていたようです。この大磯の町役場ですね。これもトップヘビーなデザインというか、上の方にボリュームが持ち上げられるというような。で、この辺りからは、まあ、水平の要素だけじゃなくて垂直の要素みたいなものが入ってくるというのはちょっと分かる。さっきの柏の文化会館なんかもそうですけど、そういうデザインの試行錯誤みたいなものをやっていたんだなと。これ坂戸市庁舎、埼玉県の坂戸市。まあ、僕が生まれて育った東町山から近いところなんですけど、ここもそれまで僕は行ったことなくて知らなかった。というか、その側から見ると割と地味なんですね。この時代、70年代に入ってからはいろいろやっぱり試行錯誤というか模索をしていたみたいで、これなんか外側から見て面白いというよりは、中に入って、中に入るとこういうアトリウムみたいな空間があるんですけど、内側で何をするかみたいなことにその設計の関心が移ってきたのかなと思ったりもしました。でこういう屋根を支える構造なんかは加藤事務所もともと構造が得意な事務所なので、こういうのはちゃんとやると、市役所を作るんだけどそこ大空間を作るみたいな、そういうデザインが追求されて、さらにこの川越ですね、まあ、川越も埼玉県の、まあ、都市なんですけど、まあ、そこで作った市庁舎、70年代に入っていくと、まあ、これ加藤の設計だけじゃないですけど、市庁舎もあの高層化していくんですね。高くなっていくんですね。それまでの建物ってみんな横に長いボリュームだったと思うんですけど、この時代ぐらいからだんだん市庁舎も、縦に長くなっていく。そうするとデザインがまた難しくなるっていうか、加藤が今までやっていたその水平に上の方にツーンと伸ばしていくみたいなデザインができなくなって、じゃあどうするってなったら、なんかすごく悩んでるっていうか、まあ、あの柱とか構造のあたりを、まあ、四角のままにしないで、こういう、角を取ってるみたいな、そういったデザインがいろいろ工夫がされてるのは分かるんですけど、まあ、あんまり面白いことできなくなってるっていう、そんな、まあ、ジレンマが伺えるような建築になっていきます。それから図書館もちょっとやってて、さっきも出てきた茂原市の私立図書館ですね。で、まあ、ブロックに分けてそのブロックとブロックの間が吹き抜けになってるというような、まあ、図書館でした。それからこういう大きい再開発もやっていました。これ柏駅の東口の再開発、まあ、こういうペデストリアンデッキを大きくかけて、自動車と人間のその動線を分けようみたいなこと、まあ、これまあこの時代のその駅前の再開発なんかで、いろいろな駅前でやられてる手法ですけど、そういった手法を使って、加藤なんかもこういう大きな再開発をやったりしているわけですね。まあ、このデパートの建物なんかも加藤が設計してやってます。回転展望レストランもあります。まあ、こういうその公共建築を中心に、まあ、こんな感じで非常に数多くの作品をやっていた、まあ、それも関東エリアを中心にやっていたということが分かったんですね。その加藤設計事務所というところが、で僕は埼玉県で生まれ育ったの で、まあ、秩父でまずそれに出会ったということを言いましたけど、まあ、それ以外にも埼玉県にたくさんたくさんあったのに、この加藤という設計事務所のことを知らなかったということを改めてまた、ショックというか、悔しいというか、自分が情けないというか、まあ、そんな思いにまた浸ったわけですね。
で、せっかくなので、本にまとめようと思って、まあ、これ完全に自分の自主制作の本として、去年の秋に出しました、今紹介したものだけじゃなくもう少したくさん載ってますけど、まあ、この本はそのお金もかけられなかったので全部モノクロの写真で構成しています。今日カラーで見てもらったのは皆さん初めてだと思うんですけど、加藤の作品を、まあ、それぞれ2ページとか1ページとか小さいスペースですけども紹介して、あと加藤、まあ、さっきも言ったように加藤設計事務所の、所長さんだった人にインタビューして、どういうことを考えながらやっていたのかとか、どういう事務所だったのかとか、そういったことを聞いたインタビューを載せています。で、まあ、ちょっとここで、一つ話が切り替わるわけですけど、これ加藤の事務所のことをいろいろ考えながら、まあ、工業事務所があるんだなと分かったときに、それをどう位置づければいいのかなということを考え出したわけですね。で、まあ、その、まあ、一つのなんか考えるその、まあ、きっかけというか、補助線になるのが藤村隆二さんが書いた文章で、まあ、藤村隆二さんのことは、まあ、いろんなところで今活動されているのでご存知かと思うんですけれども、まあ、その中の、まあ、一つの、まあ、彼 の、 その、主張していることとしてその批判的工学主義というかな、工学的なその建築家に、なろうじゃないかみたいなことを言ってますけど、そういうことを書いた文章で Google 的建築家像を目指してという文章があるんですね。そこで書かれていたことなんですが、設計者の二層構造化が進んでいるという話を彼しています。どういうことかというと、アトリエ派の建築家とそれから組織設計事務所、そこがはっきりと分かれてしまっていると。その仕事がもう全然別のものになっているというか、そういう状況に今なっちゃってる建築界がというような話をしています。で、彼が取り上げたのがここで取り上げたのが東京のミッドタウンという巨大な再開発、六本木にあるオフィスとか商業施設とか美術館とか住宅とか、まあ、様々な機能を複合した巨大な再開発ですけれども、その東京ミッドタウンの設計者を見てみると、まあ、マスターアーキテクトとして、SOM というアメリカの組織設計事務所ですね、超高層ビルとかたくさん世界中で作ってる設計事務所、そして、なんていう肩書きだったかな、コアアーキテクトって言ったかな、まあ、やっぱりマスターアーキテクト的な立場で日建設計、まあ、花田先生が元いた、日本で一番大きい設計事務所が、そこがマスターアーキテクト的な立場でやっぱり関わっていて、でそこの2つの大きな組織事務所がこの、東京ミッドタウンという大きな開発の、まあ基本的なものところ、こういう建物をこう配置して、まあ、こういう構造の構造の考え方で設計してみたいなことを設計すると。でその上に乗っかってそれぞれの建物のデザイン、まあ、それも構造的なそのスパン、柱はこういう感覚で建てましょうみたいなことは日建設計なりなんなりが全部決めちゃった後で、アトリエ派的な建築家、まあ、それは隈研吾だったり安藤忠雄だったり青木淳だったりというそういった人たちが、そこに、個別の部分の設計者として関わって、住宅部分は青木淳が設計したり、美術館の部分は隈研吾が設計したり、デザインミュージアムのところは安藤忠雄が設計したりみたいな形で関わると。でこれはこの建築家のその根本的なところ、この言葉で言うと真相の部分はその組織設計事務所がやって、その表層的なところがアトリエ派の建築家である。それ全然やることが変わっちゃっていて、両者は全然関係してないんだっていうことを言ってるんですね。
藤村さんの言葉で言うならば、プロジェクト全体の構成に関わる構造体の配置や構造スパンの設定、全体のボリュームなどの深層部分は匿名的で大規模な組織設計事務所が設計し、表面の仕上げ材、照明の選定などの表層部分は小規模なアトリエ建築がそれぞれ分担して設計すると。でこの両方がはっきりと分かれちゃっていて、でその分離というのはどん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 今も進んでるんだというか、そうなっちゃってるんだっていうんですね。でそれ大規模なプロジェクトの話だけじゃなくて、アトリエ派的な建築家っていうと、まあ、今や、まあ、住宅の設計とかさ、まあ、小さな店舗の設計とか、まあ、そういった小さな建物の設計しかやっていない、やらせてもらえない。大きなオフィスビルとか大きな公共施設とか、まあ、そういったものはもっぱら組織設計事務所がやる。まあ、実際のところそうなってると思うんですね。だから藤村さんの言ってこの状況を把握というのは非常に正しいと僕も思うんですけど、でも本当にその組織とアトリエ派、あるいは作家っていう言い方しちゃってもいいと思うんですけど、作家と組織というのは別のものとして考えるべきなのか、そのあたりが僕はちょっと気になったんですね。でまあ、これ藤村さんも言ってるわけですけど、アトリエ派的な建築家と組織設計事務所が分かれたきっかけというか、分かれるその、まあ、分岐点になったのが、なった事件が70年代にあったと、まあ、それがこの巨大建築論争ってやつだったわけですけど、まあ、ご存知ない方にちょっとだけ、そのために話しておくと、小次郎雄一郎さんという評論家、建築評論家がいて、まあ、この人が組織はいいものを作れないんだと、組織っていうのは人間のことをちゃんと考えてくれないんだと、で技術とかそういったものは組織強いかもしれないけど、人間のことを考えてねと、人間のことを大事に考えて建築家を作るべきだみたいなことを言うよっていうか文章に書く。で、まあ、すごい言葉を使うんだけど、いい建築と嫌な建築っていう言葉を使うんですね。まあ、ちゃんとした建築評論家がこんな言葉で文章化でいいのかと思いましたけど、東京海上ビル、これ東京駅のすぐ前にある超高層ビルですね、まあ、つまりこの時代は毎回国によってこういう個人の作家がこう超高層ビルも作れたっていうことでもあるんですけど、こういうビルがあって、この超高層ビルはいい建物だ、いい建築だ、一方新宿にできた新宿三井ビルは嫌な建築だね、なぜならば、まあ、これなんかガラスでそのスルスルとした感じでなんか人間味が感じられないよと、一方、前川さんが設計した方はなんか焼き物系のデザイン材料が使われていて温かみがあるよねと、窓の周りもちょっと深く影があって、いい感じだよね、そういうふうに言うんですね。まあ、あるいは、ラベチ・ズ太郎がやった倉敷アイビースケアっていう、まあ、工場をリノベーションしたホテルですけど、まあ、こういうのはいいよねっていう一方で、岡田新一が設計した最高裁判所はこういう重々しい石張りの、建築、人間を威圧するような、まあ、そういう建築だって言って非難するんですね。でまあ、岡田新一は、まあ、この個人の名前で活動してますけど、もともとは鹿島建設というゼネコンにいた人であり、まあまあ、ゼネコンの一派として捉えられているわけですよ、組織の人。でこういう感じでいい建築と嫌な建築を分けて、建築の、まあ、こういう組織の組織設計事務所はこう嫌な建築しか作れないって言っちゃったんですね。当然組織側は反論しますよ。林昌司という日建設計の、まあ、その当時の設計部門のトップだった人が反論して、建築家というのは、その全部がその、ゼロからその建築の条件を作れるわけじゃない、日本の過密社会という固有条件の中でこういう大型化する建築とか複合的なニーズが要請されていて、まあ、それで建築が大型化する都市の中でああいう超高層ビルのような建物が出てくる、それは建築家の責任とも言えないじゃないの、社会が建築を作るんだと、
というふうに反論したわけですね。でこれどっちが勝ったかというその結論もないんですけど、まあ高次郎さん側の人たちが、まあ、ちょっと組織側が組織側の人たちは勝ったと思ってるかもしれないですけど、まあ、そういうその論争があって、まあ、こういった論争があって以降ですね、アトリエ的な建築家はずっとそっちの方に、そっちの方にというのは、その小さな建築を自分たちだけで作っていくというか、70年代にデビューしたその建築家、まあ、安藤忠雄とか伊藤忠雄とか、そういう人たちってもうほとんどその時代住宅しか作ってないわけですよね。野村紀行さんとか、あのそういった人たち、そういう住宅しか建築家が作れないという状況がこの頃から始まっちゃうんですね。一方では日建設計とか組織事務所というのは、まあ、この時代、まあ、日本設計とかもそうですけど、新宿 の, あの超高層ビル街ができるのがちょうどこの頃ですし、大きな建築というものをどんどん手掛けるようになるし、それを作る技術というものも身につけていくわけですね。それまではその技術というものは建築が個人の建築家側にあったわけですよ。前川邦夫さんなんていう人はテクニカルアプローチみたいなことを言いながら、その建物を作る技術を建築家側でどん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 磨いていくということをやっていった。でそういったものに、建設会社側はそういったものの技術を、まあ、少しずつ取り入れて発展していくみたいな構図があったんだけど、60年代に例えば霞が関ビルみたいな大きいビルをゼネコンの技術で作っていくというような経験をしていくうちに、その技術というものはもうゼネコンのものというか巨大組織側のものになってしまって、個人の建築家ではとてもどうこうできないみたいになっちゃうんですね。まあ、あと、メーカーの進歩みたいなもの、建材メーカーとかそういったものの進歩もあるでしょうし、で、個人の建築家というのはそういう技術からもオミットし外されてしまうみたいな、そんな状況もあって、そういう状況が固定化していくという状況があったんですね。で、まあ、現状は個人作家と組織が一個分かれているように見えていると、まあ、そうなっちゃってるということです。まあ、それが藤村さんが言ったことです。まあ、僕もまあそうなんだろう、状況認識としてそうなんだろうとは思うんですが、まあ、でもその原理というか原則というか、作家と組織ってじゃあちゃんと分けられるのっていうと、それを分けられるのとかどうかというのは難しい面があるだろうとも思うんですよ。作家の中に、まあ、その組織の中にも、まあ、作家的なそういう造形がうまい方がいらっしゃるわけだし、まあ、作家的な建築の中にもその組織ので扱うような技術に関心を持ってそれをテーマにやっていくような人ももちろんいる。これをはっきりとは実は分けられなくて、こういうその一続きになったものがそれがグラデーションになってるんだろうと、これがまあ実態なんだろうと思うし、で、まあ藤村さんも多分そう思ってるだろうということなんですけど、巨大建築論争なんかがあった70年代より前はこういう作家と組織みたいなものがよく分けられない、このぐちゃぐちゃの状態で建築が作られていたんだと思うんですね。作家でも作家と組織のこの間のぐちゃぐちゃしたところで、ここに、まあ、さっきずっと僕が説明した加藤設計事務所みたいな設計事務所があるんじゃないかなというのが僕の仮説なんです。ということで加藤の話に戻りましたが、で、まあ、ここでちょっと組織事務所について、まあ、改めてちょっと 見ておこうと思ったけど、まあ、いくつか分類できると思うんですね。企業から始まった設計事務所とか、まあ、個人作家が発展していって組織事務所になるっていうのもたくさんあるんですよ。あとは官僚とか公的な組織、まあ、企業から始まったものといえば、まあ、例えば三菱地所みたいなものとか、日建設計は住友から発展していったわけですし、日本設計は、まあ、山下設計という設計事務所から分離したところですね。で個人から始まったところでは、まあ、安井建築事務所とか石本建築とか山下設計とか久米設計とか佐藤総合計画とか、まあ、そういったところはもともとは個人の建築家としてスタートしていて、まあ、それが発展していって組織になるというような道筋をたどっているわけです。安井武雄さんという人がいて、まあ、その人が設計事務所を作るというのが安井建築設計事務所ですね。で石本菊池さん、まあ、この方はまあ、分離派という日本の建築 の, その運動の中でも最も芸術寄りの建築を作っていた、
まあ、そういった建築家でもあるわけですけど、まあ、この人が事務所を作って、でそれが石本さんが1963年に亡くなっちゃうわけですけど、まあ、事務所として続いていると。それから山下設計は山下次郎という人が、起こして、でそれが山下設計になっていくと。久米設計なんかも、久米権九郎という人が、まあ、事務所を起こして、まあ、久米設計に名前が変わって現在に続いていくと。まあ、佐藤総合計画というのも佐藤健夫という建築家が作って、佐藤健夫自身は70年代初めに亡くなりますが、今も佐藤総合計画に名前を変えて、続いていると、まあ、いうような形、まあ、これこれ別にその組織設計事務所のなんかベスト5とか挙げたわけじゃなくて、僕がたまたま思いついた名前を出しただけですから、なんでうちが出てこないっていう人ちょっと怒ってる方いるかもしれませんが、それはすみません。まあこういった形で、作家から組織へっていうそういう流れを見て取れると思うんですね。こういう組織設計事務所には、まあ、安井とか石本とか山下久米あたりは、この1920年代に、事務所がスタートして、で佐藤健夫さんはちょっと時代が遅れて1940年代ですけど、こういう時代に始まった事務所、それが、大体この辺り50年代から60年代にかけて、この創設した人が亡くなる。山下さんもちょっと長生きしてますけど、山下さんの場合はその亡くなる前に組織の形がちょっと変わって、山下というその個人の事務所にない形になってますけど、まあ、こうやって見ると、まあ、個人の作家の活動して始まった事務所が、この60年代から70年代ぐらいにかけて創設者が亡くなるというそういう事件、そういったものを体験するというわけですから、まあ、この辺りは個人の作家家的な事務所の面が残っていたはずなんですけど、まあ、この辺りになるともう完全に組織になるみたいな、まあ、そういうその組織から作家から組織の流れがあるんだろうと思うんですね。でこの辺りというのがまだ、作家的なものを残しながら組織になりつつあるみたいな、まあ、そういう時期があったんだろう、そういう、作家でもあるし組織でもあるみたいな。だから加藤設計事務所の今日見てもらった作品の時期って、まあ、60年代70年代ぐらいなんですけど、まあ、そういうやっぱりぐしゃぐしゃとした時期だったんだろうとも思うんですね。それから官僚公的な組織みたいなものももちろんあるということで、まあ、この辺りは原田先生も詳しいのであれですけど、鄭新章の流れで、組織が電電公社と郵政省になっていくわけですけど、まあ、その中に非常に優秀な建築家が何人もいて、日本の建築界をリードするような建築というのを作っている、ね、これ日比谷の電電ビル、まあ、こういうバルコニーを建物の周りにぐるりと回して並べていくという、そういった形式の建築が鄭新章の建築の一つの特徴なんですけど、まあ、こういうのたくさん作って、でこういったものが、まあ、他の建築にも大きく影響を与えていく、そういうふうになっていくわけです。まあ、これは郵政省の方ですけど、これ鄭新ビル、テイパークという博物館になっている建物ですけど、まあ、なんか聞いたところによると残念ながらテイパーク、博物館として終わっちゃうとかってちょっと聞きましたけど、まあ、こういう建物もやっぱりこういう周りに、差し状のものを巡らせて、それを何層も重ねていくというようなデザインですね。それから建設省ですね、各地域に地方建設局というのがあって、近畿地検とか関東地検とかそういうその何とか地検という名前で設計するわけですけど、県庁とかそういうその少し規模の大きな庁舎、そういったもの設計なんかは多くがこういう建設省の組織がやったりしています。奈良県庁舎もその一つです。これなんかは東大寺のすぐ近くですから、お寺のその伽藍の配置みたいなものを意識した建物が作られていて、こういう回廊が回ってるわけですね。この回廊の奥に建物の本体がドンとある。こういうその組織、官僚的な組織がやった事務所という建築というのは今、あまりその振り返られないというか、丹下健三とか
菊武清成とかああいうその建築家やった建物と比べるとあまり顧みられることはないのですが、まあ、その当時 その建築の影響力というものでいえばすごく大きな建築だったんですし、まあ、実は重要な建築だったということは押さえておかなくちゃいけないと思ったりします。で、高度経済成長期の建築について改めて振り返ってみると、まあ、こういう有名な建築が設計した建物、まあ、こういうその有名建築家の建築の特徴みたいなものと、まあ、さっき僕がその組織と個人 その間にある加藤のことを言い続けましたけど、その加藤の建築なんかもこういうその、まあ巨匠と言っちゃっていいかな、まあ、そういった建築家の建築の特徴みたいなものを大きく受け継いでると思うんですね。まあ、あの乱暴にまとめてしまえば、まあ、こういうところが特徴かなと思ったりします。コンクリート打ち放し、まあ、全部が全部そうじゃないですけれども、まあ、特に60年代初期の建築なんかは多くはコンクリート打ち放しを使ってます。水平の強調、まあ、建物のボリューム自体も横に長いボリュームになりますし、それを強調するかのように上の方にバルコニーを張り出したボリュームを横に流すみたいなことをやる。でそれはまた多くがピロティで上の方に持ち上げられていて、下の方は地面がそのままその内側につながっていくみたいな構成になりますし、でその構造的な手法としてはキャンチレバーといったものが多用される。あとコアとブロック、まあ、あのコアという形で構造的にまとめてそこに組織、設備も入れて、それが空から見てもはっきりと分かるような形で打ち出される、垂直方向のコアだけじゃなくて、水平方向のブロックみたいなものといったものも組み合わさったりします。それから都市空間の形成、建築を作ることによってその都市を作る、建築が都市の景観を作るみたいな、そういったことが強く意識されてくる、まあ、そういった共通する特徴があるかなと思ったりしています。で、これじゃあなんでこういう建築が作られたのかということを考えてみたんですけど、まあ、これ推測なんですけど、やっぱりこの時代が求めていたからこういう建築が作られていたという面もあるんだろうと、まあ考えてみたりするんですね。どういうことかというと、まあ、当時のその人々の生き方というか、まあ、当時その奨励されていた人間のその在り方というか、まあ、まず第一にその、戦争で日本が負けてその後新しい社会を作っていくんだ、まあ、その時に一番大事な根本的な考え方は民主主義なんだろうと、で特にその庁舎のようなもの、あるいは公共施設のようなもの、そういったものを考える際にその民主主義的な在り方みたいなものといったものがまず大事に、されたのではないか。でその民主的なその人間の、まあ、在り方というか、社会的な人間の在り方みたいなものといったものが建築に体現されている、そういったものがこういうその建築 の部分部分のデザインに表れていたんじゃないか、まあ、例えばコンクリート打ち放しみたいなものは、まあ、人間その、偽った生き方はしてはいけませんよみたい なんか外側だけ飾ってるみたいなものは良くないんだみたいな部分になってくし、水平性といったことはその、公平な社会というか平等な社会というかそういったものと通じるだろうし、ピロティというのは、その開かれた施設というか人間がそこに入り込んでいく参加していくっていうそういった社会の在り方といったものが関係してくるし、キャンチレバーといったものを、解釈すればその自由に、何かにその束縛されることなく立ってくるか存在するみたいな、そういった在り方みたいなものも通じるような気がするし、あるいはコアとブロックっていうことになるとやっぱり個人の自立っていうんですかね、その社会を構成していく一人一人の人間、そういったものがその自立するんだみたいな在り方と、その建築 そのコアが立ってるみたいな考え方と何か通じるような気がするし、まあ、そういう民主主義的な社会、民主主義的な人間の在り方みたいなもの、そういったものを象徴するものとして、まあ、こういう建築のデザインが、まあ、考えられていた、まあ、それが建築家の中で意識していたかどうかは分からない、まあ、それ文章にそうはっきりと書かれているわけではないけれども、建築家たちもそういうことをなんとなく意識しながら、あるいはそれを立てさせる、行政の側、あるいは市民の側、そういったものもそういうものだと、まあシンボリックになんとなく捉えながら
あこういう建築新しくできて嬉しいと思ったのではないかなと想像したりするんですね。最後の都市空間の形成のところをちょっと詳しく見ていくと、当時シャムという、近代建築国際会議というのが、世界で、ルーコルビーとかそういった、人たちを中心に進められていて、その会議のテーマで都市の化というのが取り上げられたんですね。都市の中にこういう人々が集える場所を作りましょうと、それによって都市が良くなるとか都市の問題を解決しましょうというようなその提案です。で、こういうところに、日本の建築家丹下健三とかも参加して発表したりしてるわけですけど、これ建築によって一つ その公共的なオープンスペースを作りましょうというような提案ですね。でこういうことを、例えば丹下健三はこの広島のピースセンターなんかで、やるし、倉敷のこの視聴者の建物、今美術館になってますけど、こういったところでも建物を配置して美術館を配置して、これは市役所ですね、市役所をここに配置して、こっち側には、文化会館を建てて、これ実際にできなかったけど、建物と建物を建てて、その間に広場を作って、ここに人々が集まるみたいな、そういう想定をして、建築を作るということは都市の広場を作るということなのである、そういう考え方がこういうところに表れているわけですね。で、公共建築の設計を、一番たくさんやったのは多分佐藤岳夫という建築家で、今の佐藤総合計画の創始者ですけど、コミュニティセンターという名前で、公共施設をその計画的に作って、そこに市民が集まるっていう、そういった場所を意識的にちゃんとデザインしましょうよということを本に書いたりしています。なんとなく特定の目的がなくてもそこに行って、行きたくなるような場所、そういった場所を都市の中に作りましょうよって、そういうことなんですね。それを作るのは公共施設、公共施設のデザインでそれができると。ちなみに佐藤岳夫が設計したのはこういうやつですね。これ73年の水戸市民センター、市役所ですけど、ちょっともう、この時代なのでちょっと高層化してますけど、ちょっとそれから柱張りの周りというちょっと装飾的な材、ポストモダン風がちょっと入りかけの頃ですね。でその脇にはこういう文化会館があって、このところ道路が抜けられるようになっていて、駐車場とつながってぐるりと、この地面の周りを走れるようになってたりする。このイラストで見るとこういう感じで、市役所と文化会館で一つの広場を作る。広場ったってほとんど駐車場で使われてるんで、広場的に使われてたかっていうとそんなことは全然なかったと思うんですけど、建築家の一つの理想としては、建物を複数作ってそこに公共的な都市の空間を作るということが目指されていた。この建物をもうじき、壊されちゃうので見たい人はすぐ行ってください。で、加藤設計事務所がそういうのをやってたかというと やってまして、というか視聴者とか、文化会館なんか多くがそういうふうに考えられて作られています。一つの例を出せば、これ法屋市役所、今の西東京市役所の法屋庁舎、これが市役所の建物ですね。で、この周りにはこういう建物が建っていて、こっちの方には、スポーツセンターかな、これが市役所ですね。これスポーツセンターがこっち側に建っていて、こっち側に木漏れ日ホールという名前がついた、音楽とか演劇とかやるような建物が建っていて、この建物に囲まれる形でちょっとした広場が作られていて、ここのところにバス停も作られていて、駅から来るバスがここに停まると、人々がここにパッと広がると、いうようなことがここで行われています。こういう形でその建築が都市を作る、建築がそこに集まる人々を導く、そういう建築が社会をリードするみたいなことが、こういうその、都市の広場の作り方みたいなことにも表れていると思います。建築が強かった時代だなと思います。でここで、加藤に注目する事情みたいなものをちょっと、改めてまとめておこうと思うんですけど、まずこの一つが建築運動の在り方を示すということですね。どういうことかというと、
要はモダニズムという建築のデザインのあり方、これはその建築の形をどうこうというだけではなくて、このモダニズムという建築の作り方が世界中に広まったということが重要だと思うんですね。誰がその始めたというのは難しいかもしれないけど、ル・コルビュジエなりグロピウスなりミースなり、そういったその巨匠といわれるような建築家が建築の新しい作り方、建築デザインを考えて、そのやり方というのが世界中に広まったからこそモダニズムというこの建築のあり方というのが重要なんだろうと思う。そのモデルとしてこういうのを考えたんですけど、建物というのは、少数の、優れた建築というのかな、有名な建築家とかが手掛けた優れたデザインの建物があって、で数多くの、ありふれた建物というのがあると。でその間にその、超有名な建築家ほどじゃないけど、ちょっとかっこいい建築というのはやっぱりあるんだろうと、トップ、ミドル、ボトムってつけちゃいましたけど、このミドルのところ、ここのところに、加藤の建築なんかは入ると思うんだけど、ここが重要なのではないかと思ったわけですね。でこのトップからボトムに流れるこの流れというのがこのモダニズムの、運動だったわけで、このモダニズムを運動として捉えたときに、つまり、街中にあふれるさまざまな建物も、いわゆるモダニズムの一つとして作られていると考える、それがこの辺りってそういうイメージですけど、ル・コルビュジエが設計したあるいはミス・アンデル・ロイが設計したビルが、影響を与えこうやって広まっていく。でその時にやっぱミドルという存在があって、でトップから直接プトムに行くわけじゃなくて、その間にある建物群というのがやっぱりあって、ここの在り方というのをやっぱり、落とすことができないんじゃないかな。つまり建築の、その言い方を変えれば、そのトップがどういう意味を持ったのかって考えた時には、それがどんな影響を与えたのかっていうことを見ないと、これの影響力というのは分かんないんじゃないかな。そのためにもこれを抑えるのは重要なんじゃないの。あるいはこのボトムにどういう影響が及ぼされたのかって考えるときには、その上のこのミドルといったものの存在を考えなくちゃいけないんじゃないか。そう考えると、やっぱりこのミドルという存在というものを抑えなくちゃいけない。加藤の建築なんかはそういったところにあるんじゃないのというのが仮説。それから加藤に注目するもう一つの理由として、一人一人にとって身近だから、これは今日の講演のタイトルに関係することですけど、やっぱりこの自分の家の近くに、自分が生まれた家の近くにある、そういった建物としてこういう加藤的な建築というのがやっぱりあるんだろうと思うんですね。僕はたまたま埼玉県に生まれた人だったので、そこで数多くの建築を設計している建築、加藤の建築なんかが、そういう存在にあたるのでしょうけども、たまたま自分の生まれた町に短期間での建築があれば、それに影響を子供の頃から受けるかもしれないけれども、多くの人はそんな短期間での建物がない町に育つわけですけれども、そういった町でも市役所とか文化会館なんていう建物は、加藤的な設計事務所が手掛けていて、それはそれなりにモダニズム的な美しさみたいなものを備えていて、そういったものをやっぱり見る、初めてその建築家がやった建築に接する人間にとってすごく影響力を与えてるんじゃないかと思ったりする。つまりさっきのピラミッドのモデルに戻るとすると、これ加藤的な建築がこういったところに位置する。これはその、例えば日本全体を見たときには真ん中にいるかもしれないけど、こういう一つの地域を考えればこれはトップの建築なわけで、こういうその街の中で一番かっこいい建物みたいなもの、そういったものの注目というものをやっぱりその地域の中でしておくということが重要だし楽しいじゃないですか。要は皆さん自分の育った町、自分が住んでる町の市役所なり文化会館なりの建物、どんな建物か知ってますか。どんな建物か思い出せますか。それを設計したのは誰だか知っていますか。誰だか分かりますか。そういったものを知っておきたくないですか。
まあ、そういったのをぜひこれからみんな知っていきましょう、関心もしましょうということが僕の今日の言いたいことの、一つですけど、まあ、それからその建築の保存の話とも関わるんですけど、まあ、花田先生とかもいろいろ関わってらっしゃるかと思うんですが、まあ、その建築の保存に関わる面から考えても、こういうミドル、まあ、過渡的な建築を考えること重要なんじゃないかなと思うんですね。まあ、つまりこの一番いい建築だけ残せばいいと考える人もいるかもしれないけど、それって本当にできるのかしらと、一番上のところだけ残って下は全部なくなっちゃうって、そんなのってあり得るのかなと。例えば下が全部なくなっちゃったら、この上のだって落ちてガシャンと壊れちゃうでしょって、まあ、そんなイメージですけど、まあ、そうじゃなくて、まあ、建築っていうのはそのどんなにいい建築、どんなにこれ残す価値がある建築といったって、壊されるときは壊されちゃう、まあ、それは建物の保存の運動に関わっている人たちはみんな経験してくることだと思うんですけど、まあ、つまり確率的にしか建物って残らないんだろうと思うんですね。どんなにいい建築だろうと、どんなに保存運動を頑張っても、それは確率的にしか残らない、まあ、だとしたらそれは、数多く残すためにはたくさん残そうとしなくちゃいけない、そのベースを広げないといけない、下の方の建築も全部残そうと考えないといけない、その中で運がいいものが残ると、まあ、つまりこういうモデルですよね。いくつかこうやってなくなっていくけど、まあ、全体としてはこういうふうななんとか持ってるみたいな、まあ、こういう建物の残り方しかありえないんじゃないかなと思ったりするわけですね。そのためには、ここだけ残すってことじゃなくて、まあ、その全部が全部頑張れないですけど、こっちの方も、まあ、運動とまで言わなくてもいいけど、普段からまあ注目していて、これいいよねとか、これかっこいいよねとかっていうことを、言い合うということが重要なんじゃないかなと思ったりします。というあたり で、で僕の話を、まあ、もうちょっと風呂敷を広げていくというか、他の人の話につなげていって、磯だけがバカなこと言ってんじゃないよ、ないということをちょっと付け加えておくと、これパブリックワークスという展覧会がですね行われていまして、実は僕この展覧会は見てないんですけど、去年かな、ベネチアビエンナーレの企画の一つとして、なんだ、デグラーフさんという人がキュレーター、レム・コーラースさんがその関わっているその事務所、オーマとかアモとかありますけど、まあ、そこのなんだディレクターかなんかやってる人がキュレーションしてやった展覧会ですね。パブリックワークス、まあ、つまり公共建築というテーマで、作品を集めて出してですね、どういう作品が並べてるかというと、中心になっているのは1960年代から70年代初めにかけての、ヨーロッパの公共建築、それを設計しているのは、ロンドンだと、GLC グレーターロンドンカウンシル、そういう公共的なセクションがあって、そこが建物を設計をしているわけですけど、あるいはこれロンドンだけじゃなくてアムステルダムだったらアムステルダムそういう公共の設計するセクターがあって、あるいはフランスでもそういうのがあって、ドイツでもあってみたいな感じで、いろんなヨーロッパの主要都市でそういう公共のセクターが設計して公共建築を作ってる、そういったものをここでまとめて紹介するという、そういう展覧会ですね、というか展覧会見たいんだけど見てないから、断言できないところが悲しいんですけど、まあ、GLC という組織がやった建物とかっていうのを、まあ、例を挙げればこういうものですね、クリーンエリザベスホールとかで、まあ、今日ちょっと何度か口にしましたけど、このブルータリズム的な建築ですね、コンクリートの地話を多用して、まあ、ちょっと荒々しいそのボリュームのぶつかり合いみたいな、まあ、そういった形のデザイン、こういう建築のデザインが、まあ、ヨーロッパでこういう公共のセクターによって数多く設計されていた、まあ、こういったところに、まあ、世界でも、一番とんがってる、大間の人たちが注目してるっていうことが非常に面白いと思っていて、で僕は勝手にこういうの流れと加藤設計事務所への関心みたいなものが連動していると思ってるんですけど、
まあ、つまり俺はあの口がだんだんあの荒くなってな、俺も世界の最先端行ってるかもとかと思ってるつもりなんですけど、まあ、こういうところとさっきの加藤の話みたいなものが連動するんじゃないかな、連動させたいなと思ったりしているわけですね。まあ、それからこれをとっとして出た本ですけど、こんな本も出てます。これ、CCCP っていうタイトルなんですけど、ソビエトで作られた建築を紹介した本ですね。まあ、ソビエトでどんな建築が、ソビエトって今ロシアとかいろんな共和国とも分かれてますけど、それが、ソ連邦、ソビエト連邦という名前で、まあ、一緒になって共産主義、社会主義の国としてやっていた時代、そういった時代の建築って、日本とか我々にはほとんどその情報が来なかったんだけど、どういう建築が作られたかっていうのをこれ写真集として出した本が出ていて、中見るとすごく面白くて、まあ、今まで見たことない、すごい建築がたくさん出てくるんですね。これはリゾートホテルだったかな、この表紙に載ってるやつは。あとこういうやつとか、まあ、なんか MBRDB がやったみたいな、そんなこと言われても信じちゃうようなと思うんだけど、まあ、こういうのがなんか恐ろしいことに80年代とかにこういうのやってるんですよね。こういうのを、まあ、これもまたソビエトというそういう一つの公共的なあの建築を作られる土壌の中で、社会主義的な建築を作るという土壌の中で生まれた建築で、これは加藤的なその組織、それから個人のなんか狭間で何か考えている時に出てくるデザインなのかなと思ったりするわけですね。で、あとちょっとだけ時間を使って、残りは、加藤的な建築というのをいくつか紹介して、終わろうと思います。まあ、つまりその今日、言ったようなその個人とその組織の間にあるようなもの、作家と組織の間にある面白い建築っていうのは別に加藤だけがやってるわけじゃなくて、いろんな建築がその当時やっていたわけで、そういう建築のいくつかを紹介していこうと思いますけど、まあ、分類するとこういうことかな、まあ、個人作家による公共建築っていうか、まあ、個人作家もこの時代公共建築を結構やっていた、やれたんですね。まあ、そのさっき言った通り70年代以降はそういう公共建築の設計に個人の建築家がなかなか加われないようになるわけですけど、60年代ぐらいまでは結構やってた。それから組織による野心的建築、組織は個人の建築家は野心的な実験的な建築をやるけど、組織は保守的な建築をやるみたいな、そういったその分離というのが今あるって話をしたわけだけど、そういうのはこの時代っていう60年代70年代初めぐらいまでは組織もこう野心的な建築をやっていた。それから地域を代表する建築家、そういったものがあると思います。川島浩二さんという建築家は、知ってる人は知ってると思うんだけど、津山に文化センターというのをやっていて、これなんかドコモも確か、はい、ドコモの百選かなんかにも入ったかと思うんですけど、川島浩二さんもその津山の文化センター以外はほとんど知られてないんですけど、それ以外の建物も結構面白くて、これ群馬県の大泉町という町の庁舎ですね。この建物のとして使う部分がこのように壇上に少しずつずれながら積み重なっていて、これが両方に伸びていて、その間が大きな吹き抜け空間になっているというような、庁舎の建築ですね。で、川島さんが同じ頃に設計した今度は千葉県の八日市橋というところで、これなんかはこの、バルコニーっていうのかな、そこのところはツーンと伸びていて、こっちの方手前の方までツーンと伸びちゃってる。でこれが2本平行に通っていて、でその間は柱も何にもない、柱がない使いやすい、事務室空間が作れてると、いうような建築ですね。こういうのがその個人の建築家なんだけど、個人の建築家が公共的な施設を設計する例。それからこれ山本建築事務所、山本久志さんという人が設計した稲瀬町の庁舎。
これもこの建物のこと何にも知らないで、平瀬橋って、岡山県ですね、岡山県の、まあ小さな町、そこに出かけていったらこんな建物に出くわして度肝を抜かれたわけですけど、この外側にある斜めのこの構造体だけで、できてます。中には柱は一本もない、垂直に立ってる柱は一本もない建物で、でこの屋根の部分もこういう折れ曲がったコンクリートの板で構造になっている。で山本さんという建築家もほとんど知られてないと思うんですけど、まあ、大阪の人で、集合住宅とか学校とかいくつか手掛けていたようですけど、これ斜めのこの構造体で全部成り立っているので、この建物の角の部分も柱が何にもないんですね。すごい迫力。それから根津幸一郎さんという名前は聞いたことがあるかもしれません。大阪万博の時に、事務室の部分の建物の設計をコンペで取ってやった人であります。この人は兵庫県の西脇市で建物をやっていて、これ西脇市民会館、1960年代半ばにできてます。これ入り口のところですね。ここを入るとフォアウェイになっている。で、側面を見るとこんな感じで、舞台の上のフライタワーのところがこんなふうにいってて、まあ、山に囲まれた町の中にこういう、立派な公共建築が あるわけですね。で、市役所も手掛けていて、これ市役所の方の建物ですね。さっき の市民会館と向かい合う形で、立ってます。こんな感じ、まあ、ルーコルビジェっぽいディテールのものとかこういうのを並んでいたりする。あ、これで分かりますね。ここが市民会館で、こっちが市役所の建物で、2つの建物に囲まれる形で、都市の広場が作られている。当初の計画では真ん中に噴水かなんかを置くような形で、人々がここで憩う、人々がここでにぎわうみたいな、そんなイメージだったんでしょうけど、現状はアスファルトでただ覆われてるだけの、ただ広い駐車場にしか使われてなくて、建築家の理想みたいなものは見ることができない。まあ、でもこの広場といったものを作ろうと、建物によって囲まれた都市の中の場所を作ろうというものは残っていると。いう感じであります。こんな感じですね。こっちが市役所で、奥が、文化会館、こんな感じで車だけがここに置かれていますよと。それから日建設計、世界じゃない、日本で一番大きい設計事務所と言いましたけど、日建設計もまあ、今でもそうですけど、日建設計は、設計野心的な設計をやってますよ。まあね、それは、最近の東京スカイツリーとかもそうですけど、まあ、その中でも、まあ、僕が全然知らなくてびっくりしたというか、こんなのがあったんだと思って面白いと思ったのが、例えばこれで出水市、鹿児島県みたいな、日建設計の作品集みたいなものにも取り上げられてないんですけど、たまたま九州新幹線が開通して、鹿児島に何か用事があったんで、鹿児島に行って九州新幹線ができたんで、乗ってみようかと。どうせだから、新幹線の新しく、できた駅、一駅ずつ降りて、その駅の周りで歩き回ってみようと、そんなことをなぜか思い立って、この泉という駅の駅を降りて、で駅を降りたら、レンタサイクルがあったから自転車借りて、その辺ビュービュー走り回ってたら、こんな建物に出くわして、なんだこれやと思って、後で調べたら日建が設計したらしいということが分かったというわけですね。すんごい大雑把なデザインですよ。この三角形のボリュームがこうやって並んでるだけっていうか。でさっきのとこれが、文化会館かな。ですぐ近くにこっち体育館ですね。体育館が建っていて、でこの写真の手前側には陸上競技場がある。
文化会館とはそれから音楽ホールがあったな、音楽ホールとそれから体育館と陸上競技場、こういう建物が集まって建っていて、まあ、今までいろいろ言ってみたいにこの、都市のコアというか、まあ、市民が集まる文化広場みたいなものがここに作られているわけですけど、一番感動したのはここの感じなんですね。ここに文化会館のフライタワー、舞台の上の舞台のところがあっていて、こっちが体育館のところで両方こういうふうにこう三角形に尖らせてですね、この間にビスタを抜くわけです。向こう側に山が見えるわけですね。でこういうのはやっぱり、日建設計という組織がこの建物を設計し、ここの建物を設計し、その2つの建物を向かい合わせで配置することによって、でこの都市の中の空間、まあ、泉市なんて、まあ、すごく、まあ、田舎っちゃ田舎なので建物なんてまばらに建ってるところなんですけど、まあ、そこに集中して建物を建て、でその間にこういう、ドラマチックな屋外空間を作ることによって、まあ、一つの都市の、ポイントを作るみたいなことが行われていて、面白いなと思って見たものであります。それからこれも知らなくてたまたまで詳してびっくりしたんですけど、山下設計がやった唐津市民会館ですね。まあこのなんかコアとかって話しましたけど、こういう垂直のコアが何本も走っていて、こういう飛び出たようなボリュームがあるみたいな、まあこの時代こういうのがやっぱ流行ってたんですね。加藤設計だけじゃなくていろいろやってたんですけど、びっくりしたのはこれ道路が抜けてるんですね。公道がここ走ってるんですよ。自動車がここを抜けようとしてますけど、公道の上に建物を作っちゃってるっていう、そういう建物のようで、なんでこんな組めてきたんだろうと思ったりしましたけど、まあ、こういう、組織設計事務所的な建物、ところがやってる建物でも、まあ、野心的なことというのかな、面白いことたくさんやってるなというのをこの時代の建物を見ていろいろ発見して面白がってるわけですね。それからこれも組織的な設計事務所と言っていいのかどうか、経構造研究所というところがあって、これ埼玉県の朝霞という町にある市民会館ですね。なんじゃこりゃと、なんか手前側にズンと突き出しているという、1976年ですから70年代の後半になってからなんですけど、まあ、設計したのはもっと早くで、まあ、オイルショックが始まるか始まらないか頃に設計して出来上がるまで3年ぐらいかかっちゃったので、こういうことになっちゃったのかもしれませんが、まあ、こういうその個人の名前を出して活動している建築家じゃないところでもこんなものまではやってるんですね。あと今日ほとんど触れられませんでしたが、地域の建築家のこと、まあ、地域を拠点にしてそこで、主要な建築公共施設を設計している建築家ってその地域ごとに実はいまして、福岡だ、これは福岡ですけど、福岡の七つ建築研究所というところですけど、まあ、そこでやっぱりこういう上の方にボリュームを浮かせたような、そういう建築が、これもたまたま見つけて面白いなと思って、というところでしたけど、まあ、例えば、そうですね、そう、この学校でも三上先生は茨城県で事務所をやられてますけど、茨城県の三上事務所といったら茨城県の公共建築をたくさんやっていた設計事務所ですし、まあ、そういう形で山形県ならこの事務所とか、長野県ならこの事務所とか、そういった事務所が必ずある。そういったところが学校とか公民館とか文化会館とか、まあ、そういう公共施設をたくさん出かけていて、まあ、一つ少数の事務所がそういう公共施設をそのたくさんやっちゃうということの弊害みたいなものもあるんでしょうけれども、そういうその地域の中で公共的な建築を作り続けて、地域の環境みたいなものを向上させていくということは非常にその熱心にやられていたわけで、そういった活動にも注目しておいた方がいいだろう。で、花田先生がずっと関わられている松村さんという建築家も、そういった建築家の一人と捉えることもできるんだろうと思ったりします。僕の今日の話は大体こんなとこかな。この秩父の最初の僕のきっかけになったこの秩父の宮記念市民会館ですけど、この写真撮ったのは2006年か7年かぐらいだったんだけど、去年加藤事務所の、本を作るってんでもう一回写真撮りに行こうと思ったらこんな状態で、柵が作られていて、こういう重機が入っていて壊しているところでした。
まあ、この時代の建築ってもうどん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 壊されてるんですね。いくつか理由がありますけど、まあ、一つは、市町村合併で、市町村合併しちゃってこの建物いなくなっちゃったみたいなこともあるし、あと最近すごく多いのは茨城県とか あの辺の市役所とかがどんどんなくなってるんだけど、それは、地震の影響ですね。地震の後、市役所とかっていうものは防災機能を高めなくちゃいけないって考えた時に、あの時代の建物がその耐震性能的にどうなるのかって話になって、壊されてしまうということが今どんどん進んでいるので、まあ、もしこの辺りの建築、今日僕があの説明したような建築に関心がおありの方がもしいらっしゃったら、一刻も早く見に行かないと、次見に行こうと思った時にはもうなくなっているかもしれませんということをちょっと気に留めておいてください。そんな感じで今日、僕が話そうとしたことは終わりです。なんか生煮えの話で、まだ、なんか議論のたたき台にもなってないよと思う人もいるかもしれませんが、なんか気づいたことをちょっとだけでもいいので、ご意見とかいただけるとありがたいなと思います。ありがとうございました。磯さんどうもありがとうございました。非常に多くのスライドとこれから機関銃のように打ち出される言葉で大変いろんなことを考えることができました。これは今日は学生さん多分1年生もいるから低学年もいるんですよ。大学に住んでるし、あとプロがかなりいるんですけど低学年の人ってちょっと今日ここに発展のマークが浮かんでたら面白いなと思うんですけど、どこがかっこいいのっていう、なんでこの先生はこんなにああいう普通の建物を見て興奮してるんだろうっていうふうに思ってくれたのがすごくいいなっていうふうに思って、いや実はもっと大人びていて、ちゃんと分かっている1年生で言うかもしれませんけど、そこが僕もうまく説明できなくてこういうふうに悩んでるんですよ。その話を後でちょっとやりたいと思うんですね。で磯さんの、今日僕磯さんのレクチャーって初めて聞いたんで、印象的だったのはやっぱり何ていうのかな、普段書かれてたりする文章もそうだと思うんですけど、向けてる相手みたいなのも意識してると思うけど、やっぱり非常にシンプルなモデル化をするので話がものすごく分かりやすくなる一方で、やっぱり突っ込みどころもいっぱいあるっていう感じがあってですね、必ずしもストレートに入ってこない部分がかなりありました。だからちょっとこの後そんなことも含めて非常にいい話の材料をいただいた感じがするので、ああいう加藤的なものですね、加藤事務所的なものっていうものをどう考えたらいいのかっていうことをちょっとお話いろいろできたらなと思いました。というわけで、ちょっとお疲れだと思いますから、貧しい予算の飲み物だけちょっと用意しましたので、紙コップとお茶を準備してますので、皆さんトイレ行くなりで、それは当然僕もずっと思ってたことで、悩ましいなと思ってたことなんですね。当然教授さんが紹介されたように加藤建築をはじめとする、いろんな事務所が世の中にはあっていろんなものを作ってきてるわけですからね。でただその時にやっぱりその場でスパッと答えられたわけじゃないんだけど、やっぱり作られたものの質っていうんですかね、それがかなり絶対的な評価が僕にできる自信があって、質が高いからこの人は少なくとも優れていて、そんなにたくさんここまでの質のものはないだろうっていう思いがあるとは思ったんですね。ただそれは、科学的に言えば正確な回答にはならなくて、全国の全ての建築を見てしっかり調査をしてみない限り言えない話ですよ。絶対にそれは証明できない話です。全部見た人じゃないかということですね。で、今日磯さんの話を伺っていると、やっぱりトップ、ミドル、ボトムっていうことで、三角形のモデルの、底辺をどこまでどの位置でなんて決めるかですね、ミドルまで見るのか、ボトムまで評価するのかみたいな話
がちょっとまあ気になっているわけです。でその時にでこれは今日倉田さんのところも言うけど、そのドコモも何とか線ですね、最初ベスト20ドコモも20線を作り、次に70線にし100線にしてって広げていく時にもですね、そのどこまで広げるのか、その広げる時増やす時にその、どういう評価基準でその拾い上げていくと説明するのかっていう問題もやっぱりこう平行的な問題としてありますよね。だから、まあ、僕自身がその自分が、まあ、ある建築家について研究した時に問いかけられた問題と、まあ、今ドコモもに今代表されるような近代建築をこう保存するような動きの中でどこまで残すと主張するのかっていうような問題と、まあ、なんかいろんなものとこう関係してるなという意味では非常に共感を覚えたんですね。ただ、必ずしも共感できなかったところは別にあって、その確かに世の中にはミドルというふうにしか、まあ、言えないようなものは確かにあるんだけども、でそういう事務所が組織でもない個人でもない何か面白い姿勢を示した、それから構造的に何かちょっと特殊なことをいろいろしたっていう、その何ていうのかな、姿勢のようなこととか問題の設定みたいなことですよね。それもモダニズムと呼ばれるある表情主義的なデザインのモチーフをどうやって変形するかっていうような問題の意識みたいなものは評価、まあ、を評価してもいいけども、僕はそれへの評価が強すぎると結局答えに対する評価が甘くなってしまってですね、まずいんじゃないかなっていうのがあるんですね。で磯さんの今日のお話だと そこが僕は疑問としてちょっと残ってしまっていまして、三角形の中で加藤建築は全国レベルでいうとミドルだけど地方の三角形に落としたらトップじゃないかみたいな話は非常に僕は評価をそのいい加減な評価じゃないかと思うんですよ。そのベースを変えてしまえば一番にもなるし、同じ学力の子が進学校だと中間だけどそこで底辺校に行くと一番になるみたいなのと同じ話でね、そういう相対的というか甘い評価をしたのではその説明ができないんじゃないかっていう気がちょっとしてですね、それは気になりました。で、まあ、そのすみません、だから共感と気になったっていうことで、その2面あったっていうことをちょっとまず感想としてお話ししたいなと。だからああいう三角形じゃないモデルを実はまあ考えたいなと思ってるってことなんですよ。まあ、僕も三角形のモデルというのは、まあ、あまりにもナンバーが低すぎるというその反省というのかな、その辺は、まあ、あるといえばあるんだけど、まあ、あえて出してみたのは、まあ、僕の中でも加藤の建築をどうやって続けるかっていうところ迷いがあって、で、まあ、加藤の建築面白いよねっていう時に加藤の建築はトップなんだよっていう、そういうその言い張り方というのも、まあ、あったんだろうとは思うんですね。でもそのトップなんだよっていうと、まあ、その加藤をトップって言っちゃったら、まあ、加藤的な他の建築について今度はじゃあ他のはトップと言えなくなるとか、そういったところがどうしても僕のジレンマになってしまっていて、トップなんじゃないけどミドルなんだけどいいんだよっていう、そういう評価の仕方というのが、まあ、僕が今回選んだ方法なんですね。でその、まあ、地方の中ではトップだよっていうのは割にもその、ずるいというか、相対的で意味がないということですけど、それはどうなんですか。例えば、なんだろう、その町のその町が選ぶベスト建築みたいな、そういった評価って意味があるんで、そういったことですか。いや、それは多分磯さんがやったその三角形をずらす話と同じだと思うんですね。だからそれが意味がないとは思わないんですけども、少なくとも専門家っていうのかな、今その間ではちょっと別なやっぱり、ものの考え方を持っていると、そのまずいんじゃないかということなんですね。少なくとも、まあ、大学の先生が求められる建築に対するそのなんか見方としては、それはあまりにも、いや大学先生がではなくて、その例えば市民の人にですね、うん、町に残ってる例えば加藤的っていうか普通の公民館があったとするじゃないですか、うん、
でそれを残す残さないっていう議論が出た時に、どう説明するかって話なんですよね。で、まあ、みんな市民の人たちがまあ、いいいいとおっしゃっている時に、市民の人がいいって言っていれば、その三角形をずらした構図の中で1番2番になっていれば、じゃあ建築的に価値があるっていうふうに言っちゃっていいのかっていうことを言ったらまずいと思う。その時にはやっぱりもっと別の評価基準をちゃんと持ってないと、こうそれ三角形をどん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 小さくすることができちゃうわけで、永遠にできます、それは本当にこの小さなエリアのこの建物っていうものも、残すということしか言えなくなっちゃうっていう、そういうことですね。それは分かりました。だからなんかちょっとそこが気になって、磯さんはそういうことはどう考えなのかなと思ったんですね。そうだな、それに対する、まあ、意見としては、その地域って考えている時の広さというのは、まあ、例えば市町村レベルとかそういったものをまず想定しているので、まあ、そういったそのある枠を決める、広さを決めた範囲で考えれば、まあ、そういう小さな三角形というのはあり得るんじゃないかというふうに思ったりしました。松村さんも最後に取り上げていただいて、地方で活躍したそのまあ、いや、過渡的な建築家の一人だ、伊豆地方が、まあ、松村さんの作品は過渡的な建築だという、まあ、位置づけをされたわけですけども、僕は全然そういうふうには思っていなくて、もっとこう世界的なレベル の位置づけが可能と思うから評価しているって感じなんですね。別にその自分が思い入れがあるものだからということでは全然なくてですね、でそういう時にはそのうまく言えませんけど、もうちょっとやっぱり別の目がないと、こうシューッと愛媛県の中で立派な小学校だからみたいな話とは全然違ってて、モダニズムっていう、なんて言いますかね、欧米で、まあ、生まれたアイデアを変形していくときに非常に優れた、なんていうか関数を発見しているし、デザインが、まあ、そこで実現しているっていう点を取り上げて、それが世界的なレベルだから面白いんだというような評価をしないとね。もちろんそうなんですけど、まあ、松村さんという建築家をそういうその地域に押し込める意図は僕は全然なくて、まあ、その松村さんという建築家に匹敵するような、まあ、世界的なレベルで通用する建築家も、まあ、そのそれぞれの地域でもっともっともしかしたらいるかもしれないなっていう、まあ、そっちの方が、僕の考え方に近いと思います。だから、まあ、別に松村さんこだわってるわけでは全然ないんですけど、その建築に対する評価 その基準の立て方をね、まあ、少し僕なんかで慎重になりたいと思うので、まあ、今日例えば見せていただいた建物全部でね、保存運動をやる気がお前あるかって言われたところない、正直言わざるを得ないものもあるような感じってあるんですか？まあ、僕本人もそれぞれの建物でなんか保存運動に参加するかと言われたら、まあ、それは僕だってその運動という形ではなかなか参加しづらいと思いますよ、いや、でその時にでも大切だって話がありますよね。だからその時にそのなんかなんていうのかな、そのこの三角形の中のトップ丹下さん前川さんがいて、縦方向になんかこう矢印がスーッと降りていったようなモデルの中でミドルでここでトップだからっていう評価じゃなくて、もう全然違う評価基準を持ってこないと、持ってきたら過渡的なものっていうのは僕もっと説明が可能になるんじゃないかなと思うもんですから、まあそれが今何かって言われてもなかなかちょっとすぐに、まあ、ドコモでも使っているその評価の一つの基準として典型という言葉がありますよね。その時代の、まあ、一つ の, そのデザインの考え方の典型なので、これは残す価値があるんだと、まあ、そういったその評価の仕方があると思うんですけど、まあ、過渡的なものを評価するとしたらば、その典型という考え方が一つあるのかなと思ってます、ミドルであるっていうことのミドルであるっていう何かスタイルですか？そうね、いや本当にでもあとね、それから加藤さんっていう方が、加藤先生がやっぱり構造家だったっていう側面がやっぱ大きいと思うんですね。で
であの加藤事務所の作品を見ているとやっぱりそのある意味ではデザインを放棄しているごく普通の意味ではデザインを放棄していてその構造的な、特徴に全てを託してですねそれ以上は例えば、その出来上がったものがスターリング風に見えようが丸々風に見えようが全然気にしないっていうその判断停止があると思うんですよ。で普通建築家はあれは許さないですよね。もっとなんか刻印したくなるはずだしいじりたくなると思うんですけど判断停止があるっていうあたりがまあ徐々に評価として迷うところなんですね。それは加藤的なものでという枠組みでくくってしまえば重要だからなんか評価したらいいっていう考え方もあるしでも設計をするっていう姿勢からするとそういう判断停止をするにしてもですね構造に全てを託すにしてももっとやり終わったんじゃないかみたいなのが残るもんだから、迷う、そのあたりが今加藤という事務所が、忘れられている理由でもあると思いますよ、はい、それ忘れられる理由があるんだと思いますよ。加藤事務所を批判する気なんか全然ないです。いや批判してもいいですよ。ない事務所です。ないですそういうことじゃなくて磯さんが加藤的なものって僕すごい興味あるんです。鍵格好付きの例えば日経設計の50年代60年代の公共建築って正直言ってすごい今興味があって調べたいと思ってるんですけど例えば広島県庁とか見たらね震え上がるようなモダニズム建築ですね。あれはねあんなものがこうそのまんま残っていてで当時できてですねで特に表にそんなに出てきていないみたいなのあるじゃないですか。でああいうのは僕はやっぱりよくデザインがなされてるから好きなんですね。新居浜の文化会館とか。とかね。だからそのちょっとそのもののレベルで の, 評価みたいなものがもうちょっと厳しい方が面白いんじゃないかって、言っちゃうとそういうことなんですけど。はい。僕の方はただ単に面白がってるレベルなのでそこからやっぱりその批判するっていうモードにそろそろ入らないといけないということですね。感想ですね。本当に同じ悩みを持ってるもんですから言ってるだけなんですけど、ね、あともう一個持ってるのが作家組織っていう、分け方でそれがグラディエーション的にこう存在していてこの辺が加藤っていうモデルもちょっと僕はやっぱり分からないところがあって作家とか組織っていうワードが示すものは別に人数でも何でもないと思うんですね。でやっぱり作家的な姿勢と組織的な姿勢っていうかもう適当でいいやっていうような判断とこだわり続けるみたいな判断とがあるんであってね。だから作家3、4人で事務所やってる人でもねもうこれでいいやって機械的に流してるところなんかいっぱいありますよね。しかも僕なんかにとってみれば組織事務所と変わらないですよね。鍵括弧付きの組織で大きな組織事務所の中にも作家的に活動している人は日経にもだけなのにどこにでもいますからなんかちょっと ああいうこうなんていうかなシンプルなグラディエーションの中で、設計がなされているあるいは組織ができているんじゃないんだろうと思うんですね。だからちょっとあの辺も気になりましたよね。ちょっとうまく言えないんですけどこうあなったん自分にはそれが本当にあんな単純じゃないような通りなんですけど、でもその作家でもないその組織でもないという、組織なんだけどその作家性、というか作家的なことをやりたいからこそ組織になるみたいなことが50年代とかはあったわけですね。集団設計を施行するみたいな精神症の話です。ああそうですね。やっぱそれは戦前の話です、ね。あるいは RIA みたいな組織が出てくるとか、そういったものもなんかうまく救い取って考えられないかなと思ったりした。ただ精神症にしても、町営民局なんかができた背景にやっぱり個人がいたわけですよね。必ず個人がいて、そういう人がいたから